はい、皆さんこんにちは、なおじいです。本日はですね、これを開封していきたいと思います。これは僕の前サブチャンネルだったかな、動画で出したと思うんですが、1月1日の元旦の日に初売りに行って購入した商品になります。では早速開けながらいろいろ見ていきましょう。では行ってみましょう。もう1月も半ば、半月近く経ったんですが、半月近くずーっとほったらかしで、欲しくて欲しくて元旦の日にわざわざ買いに行ったのにもかかわらず開けないというね、大変開封まで時間がかかって、いろいろ思わせぶりなことは言ってましたけどね、遅くなって申し訳ありませんでした。今日紹介する商品はこちらでございます。いつも見慣れないボックス、僕の動画では初めて登場、ニューバランスでございます。本当にもう何年ぶりっていうぐらい、すごく久しぶりにニューバランスを買いました。では早速ね、開けて中を確認していきたいと思います。では開けていきます。いつものごとく一気にいきたいと思います。それではいきます。せーの、パカパカッと、はい、こちらでございます。本日紹介するスニーカーはニューバランスの M992RE というモデルになります。いや、このね、カラフルな感じ。なんでこのニューバランスを買ったのかというところなんですが、僕はニューバランスの992が急に欲しくなってしまいまして、サブチャンネルの動画では言ったんですけども、年末にディズニーランドに行った際に、この992のグレーとターン、を履いてる方がいらっしゃって、いやすごいかっこいいなと、その履いてる姿を見たら、いやすごいかっこいいなと思って、でそれで一気に火がついてしまって欲しくなってしまったモデルです。それまでは全然興味がなかったというか、何とも思っていなかったんですが、その履いてる姿をちょっとじっくり見たらすごい欲しくなってしまって、それで年始に慌てて買いに行ったということになります。今現行店頭に売られているのが、まあこの今回買った RE とか、あとビリーズのモデルは店頭にはあるのか分かりませんけど、まあその辺のカラーしかね、店頭では今買えないので、とりあえずこの気になっていたこのカラフルな方をまず買いました。まずということは、ということで、それはまた別途動画にしたいと思いますので、お楽しみにしてください。じっくりね、スニーカーの方を見ていただきたいと思うんですが、まずですね、このカラフルなカラーですね。ニューバランスの992はグレーとかそういった落ち着いたカラーが定番かと思うんですが、まあこのカラフルなのもいいかなということで、一足目はね、本来はそのシンプルな定番のカラーを購入したかったんですが、まあグレーとかタンとかそういったカラーは今もう店頭には売っていないし、もう発売されたのがだいぶ前なので、まあもう今更感あるんですけども、この RE は12月に発売されたモデルで、まだ店頭に在庫もあったので、このカラーリングも僕的にはすごくいいなと。で、実物見て決めようと思ったんですけども、非常にね、綺麗なカラーリングだったので購入しました。ぐるっと一周見ていただきたいんですけども、シュータンの部分とかですね。はい。で、ヒールがこの992の特徴である、メイドイン USA ということで、USA の文字が入っております。で、ここにニューバランスとね、入ってます。で、アウトソールですね。アウトソールは992と、まあ、ピンクとグリーンで彩られて992と。で、ここにニューバランスと入ってますね。アウトソールの形状はこんな形。あと他はブラック一色です。今回購入したサイズが 28.5 です。実際に店舗で試着してサイズをちょっと何種類か選んで、これ 28.5 でいつものマイサイと結局同じなんですが、28とか29とか、まあそれにちょっと色々履き比べた結果、まあいつもの 28.5 で問題ないなという結論に至って、今回僕はいつも通りのマイサイズ 28.5 で購入しました。なので、実際にこれ店頭で商品も見て、まあ実物見ていいなと思って購入したのもありますし、試着もしたので、実際に商品はね、店頭でじっくり見ているんですけども、改めて見るとやっぱりかっこいいですよね。このモデルの特徴は、なんといってもこのカラフルなカラーリングで、説明ではこれイエロー、N のマークはイエローって書いてあるんですけど、これはまあオレンジですよね。で、あとピンクとか、ブルー、グリーンとかね、使われた、まあカラーリングで非常にまあカラフルで、で、ここブラックを使ってるんで、ちょっと引き締まった感じというところも言えるのかなと思いますね。であとここね、992と入ってます。で、こちら、シュータンはニューバランス992と。で、ここに N のマークが入ってますね。で、シューレースは濃いピンクですね。このシューレースホールとはちょっと違って、シューレースホールより濃いピンクのシューレースがついております。タグなんかはね、こんな形で
ニューバランスのねタグがついております。でインソールはブラックでちょっと見づらいかもしれませんがニューバランスランニングと入ってます。いやこれはね非常にやっぱかっこいいですね。実際手に取ってみてもね、なんで今まで僕はこの992の良さに気づかなかったんだろうとすごく後悔しております。なのであのグレーとかタンとかが発売された時に見向きもしなかった自分がね今となっては情けないというか、なんでこの良さに気づかなかったんだろうと思っております。で、もともとですねニューバランスの992は1996年にオリジナルモデルが発売されて、去年の2020年に初めて復刻されたモデルになるんですが、まあ先ほども言った通りねその復刻されたのは僕は知ってましたけども全然興味を持たなかったモデルですね。こちらの992にはいろいろとニューバランスのテクノロジーが盛り込まれていて、まずこのヒールですね、ちょっとこれ見づらいですけども、このヒールに使われているテクノロジーがアブゾーブ SBS というシステムで、で、ちょっとニューバランスの説明を読むと、衝撃吸収性と反発弾性をさらに高めるとともに耐久性もアップ、シューズに合わせて自在な形状で搭載可能なアブゾーブの進化系ということで、簡単に言えば衝撃吸収性と反発がいいよということですよね。はい。というのがこことか、このサイドのここもそうですね。このグリーンのところもそれが書かれてますね。このモデルはそういったニューバランスの技術力を詰め込んでるんですけども、まあ一番はこの992は、まあメイドイン USA 製で、アメリカの本国で職人さんの手によってハンドメイドで作られているというのが特徴ですよね。なので値段もまあ3万を超えているということで、非常にちょっとお高いんではありますが、僕も ABC マートで購入するときに試着でちょっとだけ履いただけなんで、まだ本当の履き心地とか性能はわかりませんけども、試着した段階でもすごく履き心地はいいなというのは体感できました。これを見ていただければわかる通り、職人さんたちが一つ一つハンドメイドで作っているということだけあって、作りはすごくしっかりしてますね。こういうステッチとかも綺麗にみんな入ってますし、ステッチがちょっとこう変な風になってたりとか、ナイキでよくあるノリがはみ出していたりとか、色がちゃんとついていないとか、そういったことは全くないですよね。どこを見ても非常に綺麗な作りですね。非常に完成度は高いと思います。まあ値段が高いだけありますよね。で、あとこの、ここですね。ヒール。ちょっとこれ見づらいかもしんないですけど、ここに書かれているのが、N デュランスという、まあこれもニューバランスの機能ということで、これは何かというと、耐摩耗性に優れたラバーコンパウンドを改良した素材を使っているということで、このソールの減りなんか、摩耗性とかそういうね、耐久性を強めてくれているといった機能ですね。あと他にもまあいろいろ使われているとは思うんですが、まあ主だって見える機能としてはそういうところなんですかね。ということで、何年かぶりに買ったニューバランスなんですが、ちょっとですね、ニューバランスの匂いを確かめてみたいと思います。ということで儀式の方をやらせていただきます。それでは。ああ、これはですね、レザーのすごくいい匂いがしますね。うん。ああ、ちょっとこう、酸っぱめっていうんですかね。うん。酸っぱめというか、非常に独特なレザーの匂いがして、いつも嗅いでいる接着剤の匂いとかは全くしないですね。うん。非常にいい匂いだと思います。ということで、今日まず紹介したのが、ニューバランスの992の RE というモデルで、ちょっと僕、全然ニューバランスのことはもう何年ぶりかに購入したんで、全然詳しくないんですが、これは多分あれなんですよね。ABC マートのグランドステージの販売店舗限定で発売されている商品だと思うんですが、まあ今日現在、ABC マートのオンラインとかでも販売されてるんで、もしね、これを見て気になる方は、リンク貼っときますんで、チェックしてみてください。で、実際にこれからシューレースを通して、実際ちょっとこれを履いて外を散歩してみて、履き心地だったり、着画なんかも見ていただければと思います。それではちょっと準備をしてね、出かけたいと思います。はい、ということで、今新しいニューバランスを履いて外の方に出てきました。ちょっと歩いてみてね、どんな感じかお伝えしたいと思います。いやー、それにしても寒い。いやー、今日は寒いですね。風が強くて寒いです。日もね、全然出てない。空は真っ白、曇りですね。いや天気が悪い、一面真っ白ですね。ザ・冬って感じですね。外出もねあんまりできないんで、こうちょっと散歩でもして気分を紛らわそうということで、最近僕のスニーカーレビューではおなじみになりつつある場所へ向かいたいと思います。あー寒い。まだほんのちょっとしか歩いてないんですけども、すでにもう履き心地は最高ですね。やばい、なんだろうこの履き心地。
スニーカー履くときにもうなんかすでに違うんですよね。なんて言うんだろう、なんとも言えないんですけど、足をこう通すときにすでにふわふわというか、ふわふかふかというか、すごく気持ちいい感じがしたんですよね。これはちょっと試着のときは分からなかったことで、まあ、試着のときはね、店員さんがいろいろ見てくれたり、ちょっと周りのね、あんまりゆっくりやってることもできないんで、ゆっくり感触を確かめられなかったですけども、さっき紐を通してね、足を入れてみたらすごいふかふかの感じがして、すごい気持ちよかったですね。で、今履いてちょっと、そうですね、何百メートルか歩きましたけども、履き心地は非常にいいですね。はい、ナイキのスニーカーよりね、はるかに履き心地はいいです。これは長距離歩いても全然良さそうですね。ということで、いつもの場所に到着したんで、着画なんかも見ていただこうかなと思います。サイドがこんな感じでございます。いやー、すごいかっこいいですよね。ボリュームもあって、見た目もすごくいいし、履き心地も非常にいいんで、いやー、なんで今までこれをね、履いてこなかったのかと、すごく今までを後悔しますよね、っていうぐらいいいです。前から見るとこんな感じですね。で、ヒール側ですね。非常にこのピンクとグリーンとブルーのね、カラーリングが、まあ、黒と非常にいいコントラストで、一見派手かなと思ったんですけど、合わせやすい感じですね。全然合わせにくさはないと思います。ちょっとズボンをまくった状態のね、サイドと前、ちょっとスニーカーを拡大してみましょうか。これがもうスニーカーの部分をね、拡大した感じです。これが全体です。ちょっとまた映ってるか心配なんですけど、はい、ということで、僕のチャンネルでは今日初めて紹介したニューバランスの M992RE というモデルを本日紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。ちょっと途中で匂わせた雰囲気を醸しましたけども、実はもう一足あります。今日同時に開封しようかとも思ったんですけども、二足同時にやるとちょっと時間的にも長くなってしまうので、今日は初めて買ったカラフルな RE の方をまず紹介させていただきました。次はですね、僕が一番欲しかったモデルを紹介したいと思います。乞うご期待です。まあ、いずれにしてもニューバランスの M99 に今更感ありますけども、ぜひまた次回も見ていただければと思います。ということで、本日の動画は以上で終わります。ありがとうございました。